しんちゃん、トイテンラヒロミ、ヒロミです。私はベトナムのことが大好きで、少しでも多くの方にベトナムのことを知っていただきたいと思って YouTube を発信しています。今日は週末土日を利用して、今後気軽にベトナムを旅してみたいという方に向けて、ベトナムホーチミンの2泊3日、1万円旅行のモデルコースを作ってみました。1万円あれば、どれくらいのことができるんでしょうか。今は海外に行けませんが、想像するのは自由ですよね。というわけで、一緒に海外旅行に行った気分になって楽しみましょう。妄想ベトナム旅行はホーチミン2泊3日の行程です。金曜日に有給を使って早朝日本から移動し、帰りは日曜の深夜便というミラクルな旅行です。ちなみに日本到着は日曜の深夜になるので、次の日お仕事の方はちょっときついかもしれませんが、そこはなんとかベトナム旅行パワーで頑張りましょう。ベトナムまではもちろん飛行機です。選択肢として JAL、ANA、そしてベトナムのフラッグキャリアベトナム航空があります。その他にも LCC という食事などのサービスを省くことでお安くなる飛行機もあります。ベトナムの LCC ベトジェットエアーは日本とベトナムの路線を多数持っています。日本からベトナムの料金は片道約1万円です。たまにベトジェットのセールがあり、チケットが100円という時もありますので、チェックしてみてくださいね。他にもベトナムの新しい航空会社バンブーエアウェイズやパシフィック航空などもありますよ。では早速ホーチミンに出発。ベトナムホーチミンに到着しました。空港から市街地まではバスがおすすめです。着いたその日、まずはバイクに驚きましょう。バイクの海の中に飛び込んだ気分になりますよ。バッシャー。そしてホテルにチェックインしましょう。三つ星ホテルで1泊だいたい3000円くらいです。2人なら1人1500円。内装はこんな感じです。その後、軽くホーチミン市内を観光して回りましょう。あ、その前にホーチミンは一年中暑いのです。だから水分補給は欠かせません。コンビニや商店でお水をゲットしてくださいね。ベトナムについて最初の楽しみは道路です。え、道路？ってなりますが、道路を横断することがとっても難しいんです。ほんの向こうに渡るだけでも初めての人には大変なんです。これはもうアトラクションといっても過言ではありません。アトラクションといっても危険ですので、十分に気をつけてくださいね。道路を渡る時のポイントをざっくりお伝えします。1、横断中走らない。2、戻らない。3、逆方向も見る。4、慣れている人と渡る。誰もいない時に渡る。中央郵便局です。次はホーチミンの巨大郵便局、中央郵便局に行ってみましょう。ここは19世紀末フランス統治時代に建てられた歴史的な建物ですが、現在も郵便局としてしっかり機能している場所です。中にはお土産スペースも充実していて、いつ行っても観光客でにぎわっています。そしてすぐお隣のサイゴン大教会、ここも19世紀末に建てられた赤レンガ造りの教会です。私が行くときはいつも工事してましたので、中の写真はないのですが、今でも教会として機能しているようです。もうそろそろ夕方になる頃、
途中でベトナムコーヒーで休憩してくださいね。ベトナムにはおしゃれなカフェがたくさんあります。そして小腹が空いたらベトナムのサンドイッチバインミーでお腹を満たしましょう。ディナーは貝料理。意外と知られていないのですが、ベトナムは貝料理が美味しいんです。新鮮な貝料理を食べてみてくださいね。貝に大量のニンニクがついています。まずは貝の周りのこのニンニクのところを食べます。おいしい。自分の手で。私はこれがおすすめ。ソーフィットトゥースン。焼いた赤貝にニンニクたっぷりの甘辛ソースが絡まっていて、ビールにはもってこいなんですよ。たっぷり飲んで食べて1人1000円。そうそう、ベトナムではビールも盛んで、地方によってさまざまな銘柄があります。南部のホーチミンではビアサイゴンかバーバーバーが有名です。暑い暑いホーチミンではビールが最高に美味しいんです。1日目終了。満喫できましたか？明日も早いので早く寝て疲れを取ってくださいね。おやすみなさい。おはようございます。朝はホテルでバイキング。これも旅の楽しみの一つですよね。ベトナムの朝食といえばフォー。ベトナムでは朝からフォーを食べる習慣があるようです。ホテルの朝食にはベトナム料理はもちろん、さまざまな南国特有のフルーツもあります。ドラゴンフルーツやグアバ、マンゴー、ジャックフルーツなど珍しいフルーツたちを堪能してください。さて、お腹を満たしたら2日目はメコン川クルーズに出かけましょう。乗り合いバスに乗ってホーチミンから車で1時間半のミトというところまで移動します。お昼ご飯はツアーの中に含まれています。ライギョを食べるツアーもあるようですが、私はバインセオというベトナム風お好み焼きのようなものをいただきました。川下りの他にもココナッツキャンディーの工場見学や蜂蜜の試食、現地の音楽を披露してくれたり、フルーツのおもてなしもあります。ツアーが終わって夕方ホーチミンに戻ったら、そのまま VBN 通りというバックパッカー街へ。世界中から集まった旅行者たちが夜を楽しんでいます。バックパッカー街というだけあって、たくさんの宿やマッサージ店、それから飲食店や屋台もあります。またこのバックパッカー街は朝は意外と静かで、地元のカフェで本格ベトナムコーヒーを飲みながらゆっくりと楽しむこともできます。さあ、ディナーは定番、本場のお米の麺を使った料理とビールをいただくことにします。以上、2日目でした。明日はもう帰ることになりますが、飛行機に乗るまでは全力でベトナムを楽しめますよ。それではおやすみなさい。おはようございます。最終日の朝もホテルの朝食を済ませたら、午前中は統一街道に行きましょう。かつてベトナムは南北が分断されていました。南ベトナム軍の本拠地であったここ統一街道、ベトナムの歴史を学ぶきっかけにもなると思いますので、ぜひここは訪れてくださいね。日本語で説明してくれる音声ガイドも貸してくれるので分かりやすいですよ。統一街道近くのハイランズコーヒーでゆっくり休憩したら、
今度はホーチミンの中心地にあるビンコムセンターやドンコイ通りを見て歩くのもいいと思います。ドンコイ通りのお隣のグエンフエ通りにはベトナムの英雄ホーチミンさんの銅像があります。そして午後はベンタイン市場でお買い物、お昼はベンタイン市場の食堂で麺料理や揚げ春巻きをゲット。お値段もお安く、地元感満載な市場の食堂は超絶おすすめです。お土産は T シャツがいいですよ。実は現在日本で発売されている洋服はベトナム産が多いんです。しかも作りがしっかりしていて長持ちするんです。黄色いじゃん、黄色。旅の締めくくりはスムージー。ベトナムはスムージー大国でもあります。美味しいスムージーを飲んで旅の疲れを一気に吹き飛ばしましょう。スムージー頼みました。見てすごい、氷にお花刺さってる。夕方になったら空港に向かいましょう。ホーチミンの夕方は大渋滞になりますので、時間に余裕を持って向かってくださいね。夕食はベトジェットの機内食です。あらかじめ予約しておけば600円ですよ。もちろん ANA や JAL やベトナム航空などフルサービスキャリアならそこで夕食も出ますよね。あとはいつの間にか夢の中へ。目が覚めたらあなたはもうベトナムの虜です。おかえりなさーい。いかがだったでしょうか。2泊3日の妄想ベトナム旅行、コロナ後にベトナム旅行を計画されている方の参考になれば嬉しいです。今度はビーチリゾートのダナンで豪華な旅を満喫しようかなと妄想しています。なんといっても想像するのは自由ですからね。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ヘンガプラー。